部署からのお知らせ、私だけなので、はい、cm の後。 FM 技能案をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後4時を回りました。この時間は健康情報番組イキイキライフをお届けします。この番組は市民、そしてリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう、技能案手法、新聞記事、専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的です。 お相手は FM ノワン今西恵です。番組では健康や福祉に関する疑問、質問、ご意見などメッセージを募集しています。メールアドレスは 797-fm 技能案 .com です。また FM ノワンでは u ースト e ームや t w i ャス、サイマルラジオでネット配信も行っています。Twitter も連動していますので、 皆さんぜひツイートしてください。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。FM ギノワンのホームページや無料アプリリスンラジオでお聴きください。それではまずはじめにギノワン市からの情報をお伝えします。 FM ギノ野湾から健康情報番組イキイキライフをお届けしています。それではまずはじめに、四方ギノ野湾健康福祉頼りからお知らせをお伝えします。まずはじめに、ギノ野湾市、はつらつ元気サポーター養成講座募集のお知らせです。いつまでも住み慣れた地域で、皆と一緒に元気に過ごしたいと熱い思いをお持ちの 方地域デビューしてみませんか運動サポート法や脳トレなど総合的な介護予防を学びお住まいの地域で広めていきませんか興味のある方のご応募をお待ちしております開催日は10月5日から12月14日まで毎週木曜日全10回です時間は14時から16時場所は 勤労青年、青少年ホーム。対象は、宜野湾市在住の20歳以上の方。健康や地域づくり、ボランティアに興味のある方です。募集人数は20名。参加費は無料です。申し込み期間は9月4日月曜日から9月22日金曜日までとなります。申し込み方法は窓口で申し込み書を記入してください。 お問い合わせは介護長寿科、内線183番もしくは206番までお問い合わせください続いて簡単ストレッチ筋トレ教室参加者募集のお知らせです日時は9月6日水曜日10時から11時続いて9月15日金曜日14時から15時 場所は保健相談センター。対象は儀の安市民で運動制限のない方。内容はストレッチ、筋力トレーニング、運動に関する講話などを行います。持ち物は動きやすい服装、室内シューズ、飲み物。参加費は無料。事前申し込みも不要となっております。 お問い合わせは保健相談センター8985583までお問い合わせください続いて第4回ふく,ふく講座のお知らせです今回のテーマは自分らしく生きる大切さ性同一性障害から学んだことです講師は又吉美久人さん性同一性障害当事者の方です 日時は9月19日火曜日、午後7時から9時。場所は男女,男女共同参画支援センターふくふくの行動です。対象は関心のある方、技能案紙以外の方も参加可能です。受講料は無料。受講ご希望の方は事前にお申し込みください。また、一時保育の申し込み締め切りは9月6日までです。 今回は性同一性障害当事者から自身の体験を通じて感じてきたことやどのような選択をしてきたのかそして社会に求めることなどを伺いますみんなで学び考えましょうお問い合わせは男女共同参画支援センターふくふく。電話番号は8961616までお問い合わせください 以上、ギノワン氏からの情報をお届けしました。CM の後はゲストさんの登場です。 FM 技能案より健康情報番組イキイキライフをお届けしております。さあ続いてはゲストのコーナーです。毎週健康に関わる素敵なゲストさんをお招きしてお送りしております。このコーナーです。本日は児童家庭科のアゲナさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは簡単に自己紹介、よろしくお願いします。はい えー、改めまして、えー、と私、ギノ野ン市の、えー、児童家庭課の児童家庭係という部署に所属しています。えー、アゲナジョーと申します。よろしくお願いします。えー、では、児童家庭課のですね、活動について少しお伺いできますか。はいえー、と児童家庭課ではですね、主に子どもや女性からの相談や、えー、子育てのサポートを行うような事業を行っています。えー、また。 市内ののですね30の関係市内外の30の関係団体とともにですね宜野湾市養護児童対策地域協議会相性です、ね、ジノンキッズ安心ネットを組織していまして、はいうん、地域が一体となってですね子どもの虐待防止につながるような取り組みなども行っておりますなるほど、はい、子どもの虐待防止などですねそういったジノンキッズ安心ネット ね、組織にいらっしゃるということなんですが、えー、と今回、えー、育児スキルトレーニングを開催するということなんですがこちらについてどういった取り組みでしょうかあ、はいえー、こちらですね、今回、えー、先ほどお話をしました宜野湾市養護児童対策地域協議会主催で、はいえー、育児スキルトレーニングと銘打ってですね、はいえー、子どもとの関わり方のヒントを学ぶ講座を開催いたします。うん、はい 子育てではそれかの楽しいことも多いんですけども、はいえー、うまくいかないことも結構ありますよねう,、はい、でうまくいかないとどうしてもイライラしてしまいますで今回の講座ではですね、えー、子育てをよりうまくできるようになるために知っておきたいポイントをお伝えし、えー、子育ての幅を広げる。 広げてですね、イライラを少しでも減らしていけたらいいなということで目的でですね、ああ行います。ええ、子供との関わり方というのは具体的にどういったものですかあ。はい、えっと、子供との関わり方としてはですね、しつけの方法について、はいえー、学びますの方法、はい。ちなみにですね、はい、今西さんは、はい、えー、しつけといって、どんなことをイメージなさいますか。しつけ、なんか、あの、はい、子供が悪いことをしたら。はい だめだよって怒って正しい方向に向けるあと,、えー、とちょっとまたちょっとふか、えー、踏み込んだ話になるんですけど、はい、質問になるんですけど厳しいしつけといった場合にはいいますか、はい、いやうちの親も厳しかったんですよ実は。<laughs> 厳しいしつけされてまして、うんえー、あの兄弟と喧嘩したときは。えーえー 外に出されて鍵を閉められて閉め出されるっていうのがよくありました<笑><笑>ああ。そうなんですね。そうですね。はい、あと怒鳴られたりとかもう。もう本当に怒鳴られてましたね。あのおじいちゃんも頑固親父だったので、ええ、かなり怒鳴られてました。ええ、はい。そうですね。まああのだい,い私たちのようなですねあの昭和世代ですとですね。はい。まあ。 言って分からなければ叩いて分からせるといったところが、あの考え方としてほとんどあったんじゃないかなと、ね、思いますね。まあ叩かれてなんぼだみたいな感じだったと思うんですけど、えっと今回の講座ではですね、しつけをですね、まあ叩いたりということ、ちょっと怒鳴られたりとか、もちろん締め出されたりということも、あのとはちょっと別なやり方としてですね、えっと親がですね子供に行うトレーニング、教育、説明とですねいうことでしつけを 定義づけています。はい。はい。でしつけを通して、何をしていくかというと。うんうん、あの子供に、自分自身をコントロールする方法を。教えるということを。うん、ええー、今回は学ぶことに、な、予定、学ぶ。予定、あ学びます。はい。ええ、そうなんですね。はい。今回の、えー、っと、この講座の例でいうと。あ、そうですね。はい、あの、ちなみに、この子供が。 自分自身をコントロールする例というと例えばですねーあのスーパーでよくあるのが攻撃ありますよね,すね、はい、でちょっと年齢がいくとゲームをやめることができずだらだらとゲームをしてしまったりとかあとやめてって言ったらだだこねたりとか子供が我慢ができない場面だったりとかですね、はい、あとあの忘れ物をよくしたりとか。 あと宿題をし忘れたりとかということで、はい、やっぱ親が行動を変えたいなという場面などがあのしつけに,に、えー、行う場面になってくると思うんですけど確かに、はい、そういった場面を変えていけるような方法を、えー、今回学びますねなるほど今回の,あのスキルトレーニングの講座の内容をちょっと拝見したんですけど。ね えっと、第一回目は、分かりやすいコミュニケーションっていうタイトルなんですが、これはどんなことするんですか。はいはい、そうですね、はい、なんか話すと長くなって、手短に行きたいとこなんですけど。わ <laughs>、はい、かりやすいコミュニケーション、例えばですね、はい、あのー。 今さんのお客さんが来た時に子どもさんたちにおそらく言っていることとしてお客さんが来たらちゃんとしなさいっておっしゃってませんかちゃんとしなさいって使いますすよよねねそうで私たちもよくつい使ってしまうんですけど実はお客さん来た時にちゃんとってじゃあちゃんとするって何なのっていうのが子どもたちに実は伝わってないんですね。うそうか うん、そうですね。はい。はい、おそらくですね、そのちゃんとの言葉の中には、うん、えっとお客さんが来たら、えっと礼儀正しくお辞儀をしなさい、挨拶をしなさいだったりとか、えお客さんが来ているのに部屋中駆け回ったりしないでほしいとかいう意味がおそらくちゃんとの中には含まれてるいる。いろんな意味ありますね、ちゃんとの中に。そうなんですよ。はい、うん。ただそれをざっくりとちゃんとと子供に伝えた。 伝わると子どもたちって実は何をしていかわからないんですね。ざっくりしすぎてそうなんですね。なのでそこを具体的により具体的に親がしてほしいことを言葉にして届けるということで子どもたちに理解を求めるというやり方なんですね。わかりやすいですね。えそういうことなんですねわかりやすいコミュニケーションすごく勉強になります。 あとは、えー、と効果的な褒め方。はいはい ここれはどううういったとででしょかそすね効果的な褒め方最近はいろんな本が出てまして褒めて伸ばすっていうこともあったり逆に褒めると子どもがだめになるとかいろんな褒め方に対してのお話だったり本が出てるんですけども褒め方でとても大事なのはなぜ褒められたかという褒められる元になった理由ですねそこを明確にしていかないとただ単に褒めるだけでは実は気持ちいいだけで なんで褒められるか実はわからないということでそうですね行動につながっていかないところがあるんですねはい<っ>なんかあとあの親の都合によって褒めたりとかっていうことがありそうですよね,すね気分によってとか気分によってとか<笑><笑><っ>ちゃんと正しい時に正しい褒め方をしないとそうです、はい、正しい時っていうのはやっぱ親御さんがしてほしい行動だったりとか、うん、子供にとって望ましい行動をした時に褒めるというのが大事になってきますうん、うん、なるほど わかりやすいですね。そういったあのトレーニング内容になっているということですね。は,い、ねはい、ありがとうございます。あと、この講座なんですけれども、講座もう少し詳しくお伝えしましょうか。いつあるのかとか講座はですね。えっと4回の連続講座となっておりまして。はい、はい。まず1回目が9月13日の水曜日。はい えー、10時30分から12時までですね。はい、時間は同じで、次は9時9月20日水曜日、はい、27日水曜日、はい、10月4日水曜日の4回講座となっております。はい、全4回ですね。すべ、はい、て場所はですね、はいえー、男女共同参画支援センター福福で行います。はい。はい、でこちらはえー、っと、はい、お子さん連れで。 参加とかはでできないですよねあ、えっと、あの講座そのものには講座の中身にはお子さんは入ることできないんですけれども、はい、ただ、小さなお子さん抱えていて講座に参加がちょっとという方には託、ね、児サービスも用意しておりますので小さなお子さん連れで託児を利用して講座に参加するということは可能です。なるほど、はい はい。しかも受講料無料なのでね、はい、でねぜひ参加していただきたいですね。はいはい、お申し込みはどういった方法ですれば、はい、よろしいですか、はいえー。申し込みの方法、あ、方法なんですけども、えっ、ー、と、ギノアン市役所の児童家庭課までお電話をいただけたらと思います。はい、はい。で、お電話でですね、お名前やあのご連絡先など必要事項をお伝えいただいてですね、はい、あの受付とさせていただいております。はい。ただですね、この講座あの内容が内容です。ちょっとあの小規模で小人数での講座になってまして。なるほど。 はいあの12名までが定員となっておりますので、はいまあ、少人数でディスカッションできたらいいですよね。そうですねはい。さんたちとできれば多くの方をというところであるんですけれども、うん、あの12名となってまして定員を超えた場合はですね、はい、抽選をさせていただいております。はい、はい。で受講決定者のみにお電話で6月6日あ失礼しました9月6日水曜日にですね決定者の方へお電話をいたします。はいわ、はい、かりました、えー。お問い合わせのお電話番号が。 八九三の四四一一内線二八五番までお願いいたします。はいはい、お願いいたします。はい。ではこの講座以外であの子供との関わりでどうしたらいいかなと迷うときはこちらへご連絡すればよろしいでしょうか。はい。はい えっと講座以外でですね何迷うことがあればですね宜野湾市役所児童家庭科には家庭児童相談室を設置しておりまして子どものさまざまな相談に応じていますどうしてもですね役所は虐待といったどちらかというとややな物騒な相談を応じているような印象が皆さんあるかと思うんですけれども。 はい、こういったですね、子育てについて、あれこんなとどうしたらいいんだろうなとかですね、あの、うん、他にもやり方、いいやり方あるんじゃないかなというようなことでですね、うん、そういったあの気軽な相談にも応じておりますので、ぜひご連絡ください。はい、あ、気軽に連絡してもいいんですね。はい、全然大丈夫。です例えばどんな相談がありますか？えっとですね、うん、あのー、最近ちょっと待ってね、カレーを食べる順番についてということです本当ですか？<laughs> カレー順番でしたが、<laughs> カレーの食べさせ方で家族で揉めたという相談が、<laughs> 子供が揉めたということで、ちょっと相談を受けてることがあります。すねはい、本当に本当,本当に気軽にいい、ね、気軽相談もしたことありますよ。はい あ、すごい、なんか安心します。<laughs> ちょっと相談したい時とかね、<laughs> はい、いいかもしれませんね。<laughs> はい、あと養護児童対策地域協議会で力を入れていること、をお伺いできますか。あはい、ええー、養、うん、体協ではあ略して養体協というんですけれども。予はいはい、あの毎年11月がですね、えっ、ー、と、児童虐待防止推進月間となっておりまして。うん、この11月が一番力を入れている時期になっています。はい、はい、で十一月にはですね、えっ、ー、と、児童虐待防止推進のための講演会でした。 とかですね宜野湾エーコンベンションシティさんの協力を得てですね、はい、パネル展であったりとかあの PR 活動をさせていただいております。 でまた今年度はですね琉球銀行ギノワン支店さんでのパネル,タイムもでパネル展もですね今調整をさせていただいているところです、えー、そうなんですね、はい、もう市役所だけじゃなくてこのいろいろと展示で出かけていらっしゃるということで、はいはい、そうですねん、はい、皆様の目に留まることも多くなりそうですねはいあ、はい、そうですねはい、はい、ありがとうございます今たくさんお話を伺ってきたんですけれどもあの例えばですね、はい、お子さんがいらっしゃらない家庭で例えば隣近所であの 子供が泣いてて心配だなーっていう。はい 方とかかもも連絡しても大丈夫なんですか、はい、そうですすそうねあの最近は小さな鳴き声でもあの、うん、ご相談いただくことが多くなってまして、はい、えあの以前もちょっとお話しさせていただいたんですけどもちょっと鳴き声気になるのよねとかですねもしかしたらあそこのうち子どもたちだけで夜過ごしてないかなとか、うん、あ,のあとはそうです、ね、公園で1人でよく遊んでる子がいるんだけどしかも年齢が小さくてとか、はい、いうことであのお電話いただくこと多いです。あー 気軽にお相談いただければ私たちの方からです、ね、あの困ったことないですかということでご訪,問あの訪問したりとかいろんな対応をさせていただいておりますので、うん、気になったときにはです、ね、あの皆さんの一方が。 すごくあの大事になりますのでぜひ気になったらいつでもお電話いただけたらなと思っています。うん、そうですね。はい、なんか地域で見守れたらいいですね。はい、そうですね。はい,はい。ありがとうございます。はい、今日はたくさんお話を伺いました。はい、えっと最後にリスナーの皆さんにぜひメッセージをお願いします。あ はい、ええー、もう何度かおお話しさせていただいているんですけれども、あの、本当に気になることがあれば、あの、どうしたらいいかと思ったらですね、すぐ自動家庭価にですね、お電話ください。私たちの相談員がですね、あのお話を。 お聞かせいただきますので、えー、お気軽にご連絡ください。また、はいはい、以上なります、ね。ありがとうございます。はい、今ですねツイキャスの方にマスオさんからコメントいただいてます。えー、誰に相談していいかわからない親御さんのためにも通報してもいいと思うんだよなということです。一、はい、家庭科そうですよね。はい、誰に相談してかわからない時もね。 そうしていただいて大丈夫、ね、ということなので、皆さん安心してご利用いただければと思います。はい、はい、今日はええー、児童家庭科のアギナさんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。 それでは少し時間がありますので皆さんでジュラガン中体操をやってみましょう。はい、じゃあこっちで一緒にやりましょう。右、はい、に一周、拍手二回。 左に一周。右手で力こぶ。繰り返します。両手を開けて閉じます。繰り返します。ちょっと待って 買ってイエイ。繰り返します。ハザタッチ四回。ちょっと待ってのポーズ。 はい、皆さんありがとうございました萩野さんにも一緒に踊っていただきましたありがとうございます。はい <laughs> ちらユーチュン市の健康体操になっております、えー、YouTube の方で「ちらがんじゅう体操」と検索していただきますと、えー、こちらご覧いただくことできますしあと FM ギノわンの方にお越しいただきましたら DVD も無料でプレゼントしていますのでぜひ皆さんこちらで、えー、脂肪を燃やして健康的になりましょう。 ということで、えー、早いものでエンディングになってしまいました今日はゲナさんありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございます、はい、また時間があればぜひお越しいただけたら、はい、と思いますぜひ <laughs> <laughs> お待いただければと思います、はい、はい。それではこの番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう健康や福祉に関する情報を発信していく番組です 随時皆様からのコメントをお待ちしておりますので今回の放送で気になったことがあればお気軽にご連絡くださいメールアドレスは 797-fmgino1.com 797-fmgino1.com です。それではまた来週水曜日午後4時にお耳にかかりましょうお相手は FM 麦のワン今西めぐみでした はい、ありがとうございました。はい <laughs>